和田亀めじわだかめから1945年12月2日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。大分県出身。和田久七しの長男として生まれる。職人、長兵を経て、1889年5月、陸軍共同団を卒業。1895年2月、陸軍士官学校を卒業。同年5月、 不評少尉に任官し不評第12連隊付となる。1901年11月、陸軍大学校を卒業した。不評第12連隊中隊長、参謀本部出資、参謀本部員などを歴任。日露戦争に第一師団参謀として出征した。陸大教官、陸軍省軍務局会員などを経て、1910年12月、陸軍中佐に進級。 陸軍省副官県軍務局会員アザ麻布連体育司令官などを歴任し、1915年2月、陸軍大佐に昇進。陸軍省副官を経て、1919年1月、陸軍省省に進級し、陸大幹事に就任。参謀本部第三部長に移動し、1923年8月、陸軍中将に進み、陸大校長となった。 1925年5月、第一手段長に親保され、1928年8月、予備役に編入された。後に帝国在京軍人会副会長を務めた。ありがとうございます。